テキサスヒーラーはアメリカ合衆国テキサス州原産の牧牛犬種の一つである。作業用の犬種として生み出された交雑種でスタミナと集中力、灼熱の気候に適応したオーストラリアンキャトルドッグと扱いやすい気象でしつけの飲み込みが非常に良いオーストラリアンシェパードを掛け合わせることによって作出される。いつ頃から存在していた組み合わせなのかは不詳であるが、 19世紀頃にはすでに刺激されていたと見られている。テキサスヒーラーは通常、牧牛犬として専門的に使われる。広大な敷地で肥育されている大型の肉牛を管理するのがその仕事で、一箇所に牛を集めるために奔走したり、逆に散らすために追いかけるなどして自在に群れをコントロールする。牛のかかとを軽く噛んで驚かせて従わせることも可能であり、 このような剣士をヒーラーという。身体能力も高いため、牛を挑発させて追いかけさせ、柵の中に誘導して、自身はそこからジャンプして脱出するといった高度な技術も習得可能である。現在肉牛皮育場が広大な敷地ではなく、フィードロットに変えられつつあり、テキサスヒーラーの仕事場は年々減少している。しかし、身体能力の高さが変われて、今日は、 ドッグスポーツのアスリートドッグとして使うことができるのではないかと注目されている。また、もともと本種は州限定の犬であったが近年起こった雑種犬ブームにより他の州でも知られるようになり愛好家が増加した。これにより刺激犬としてだけではなくペットとしても多く飼育されるようになった。また、リタイア犬の砂糖や探しもよく行われるようになり、 仕事への適応性がなかったり、年をとって、作業を引退した犬を引き取って、愛犬として迎え入れる家庭も増えつつある。通常は、テキサス州で作業犬として、親犬の後輩前診断を経て生み出される犬であるが、ブームに便乗した、利順目的のブリーダーが、親犬の検査をせずに単純交雑して、販売を行っているケースも後を絶たず、遺伝疾患の保持や障害犬、 アルビノ犬の発生などが危惧されている。基本的にアメリカ合衆国内でのみ飼育されている交雑種で、他の国ではほとんど作出、飼育されていない。例外としては、本種の良心種の原産国であるオーストラリアでは、作業犬としての作出が行われている。日本では大規模な農場が動く少数であることや、片親のオーストラリアンキャトルドッグが入手しにくい。 ことなどが原因で作出されていない。引き締まった筋肉質の体を持つ犬で、英雄シェパードからは、高い身体能力としつけの飲み込みやすさを、英雄キャトルドッグからは、優れた適応性と体の丈夫さ、仕事時の勇敢さを受け継いである。足は長めで、走るのが早い。頭部の形は2種の中間ほどで、スピッツタイプのものにも似る。耳は、垂れ耳か。 半垂れ耳で、時に長く立っている者も,もいる。尾は、飾り毛の少ないタレを。瞳の色は、ブルーかブラウンだが、バイアイもいる。首は太めで、胸は、しっかりしている。コートは通常ショートコートのものが好まれ、一般的だが、時折、ロングコートの犬も生まれる。毛色は、メインのホワイトオチとして、夕食のブチが散りばめられた毛色だけでなく、ブルータンマール。 トライカラーなど様々なバリエーションが存在する。中型犬並みのサイズで、性格は活発で温厚、仕事熱心で勇敢。通常は音和であるが、仕事の際には勇敢で大胆不敵な一面を見せる。警戒心は、C が有効性もあり、ペットとしての飼育にも向いている。しつけの飲み込みは早い。運動量は、極めて多く、飼育の際には、散歩だけでなく、 ドッグランなどで自由に運動できるように配慮する必要がある。かかりやすい病気は運動のしすぎによる関節疾患などがあるが、パピーミル出身の場合はタブーとされているマール系同士の犬の後輩によって生まれつきの盲目や難聴アルビノ犬の出現や股関節形成不全の犬が生まれ問題視されている。ありがとうございます。